話だな。よくご存知のようだにゃ。大方そこでオイラに怯えてる白鳥。薄れゆく意識の中、白い少女の手を取った。目を覚ませばそこは不思議な人たちが住む不思議の国。どうやら俺の名前はアリスというらしい。真実が暴かれる時、鐘の音が鳴り響く。劇団ミネットが送る美しくも残酷なファンタジー、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。